稲瀬な島の初ガツオ、北大路魯山人。鎌倉を生きていでけん初ガツオ。場所、目には青葉、山ほととぎす初ガツオ。祖道、初ガツオが出だしたと聞いては、江戸っ子などもう矢も盾もたまらず、やりくり三段、いや借金してまで、その生きのいいところをさっと下ろして、何はさておき、まず一杯という段取りに出ないではいられなかったらしく、いまだに葉桜ごろの人の頭にピンとくるものがある。ところで、初ガツオというもの、一体そんなにまで騒ぎ立てられるゆえんは何か。前景の句の作者は元禄時代の人だから、その時代に江戸っ子が初ガツオを珍重したのはうかがえるが、今日これは通用しない。鎌倉を生きていでけんと想像しつつ、当年の江戸で歓迎された初ガツオは、海路を岬周りで通ったものではあるまい。陸路を威勢よく走って運ばれたものであろうが、それにしても日本橋の魚河岸に着く自分は、もはや新鮮ではありえなかったろう。それでも江戸っ子は狂気して、それがために七まで置いたというから大したものだ。私の経験では、初ガツオは鎌倉小壺漁師町の浜に小舟からわずかばかり上がる、それを第一とする。その見どころは今人と昔人と一致している。鎌倉小壺のカツオ、これは大東京などといかに威張ってみても及ぶところではない。現今東京に集まるカツオは漁場が遠く、時間がかかりすぎている。それはそれとして、初ガツオというもの、それほどうまいものかという問題になるが、私は江戸っ子どもが大げさに言うほどのものではないと思う。ここで言う江戸っ子というのは、どれほどの身分の人であるかを考えるがよい。富者でも貴族でもなかろう。質を置いてでも食おうというのだから、身分の低い人たちであったろう。それが飛び上がるほどうまがるのであるが、およそ人物の程度を考えて、ハンディキャップをつけて話を聞かなければなるまい。冬から春にかけて、シビマグロに飽き果てた江戸人。酒の魚に不向きなマグロで辛抱してきたであろう江戸人。肉の傷みやすいメジマグロに飽き果てた江戸人が、目に清新な青葉を見て爽快となり、何がなと望むところへさっと下台を取り替え、稲瀬な島の衣をつけた軽快な味の持ち主、初ガツオくんが打って出たからたまらない、何はおいてもとなったのではなかろうか。初ガツオに舌鼓を打ったのは、煮たのでも焼いたのでもない、それは刺身と決まっている。この刺身、皮付きと皮を剥ぐ手法とがある。皮の口に残るのを嫌って、
皮だけを早く焼く方法が工夫された。土佐のたたきがそれである。しかし土佐のたたきは都会のうまい料理に通じない土地っ子がやたらに名物として宣伝したので、私の目にはグロであり下手者である。焼きたての生温かいのを出されてはなんとなく生臭い感じがして参ってしまう。しかし土佐作りは皮付きを手早く焼き皮ごと食うところに意義があるのだろう。元来どんな魚類であっても皮と肉の中間に微味噌を有するものである。それゆえ皮を剥ぎ骨を去ってしまっては魚の持ち味は半減する。ものによっては全減するとまで言っても過言ではなかろう。それはもとよりカツオだけに限ったことではない。タイのあら煮がうまいというのも実は皮も骨も一緒に煮られているからなのである。昔は春先の初ガツオをやかましく言ったが、今日では夏から秋にかけてのカツオが一番うまい。これは輸送、冷凍、冷蔵の便が発達したことによるものと思われる。大きさは500匁から1貫ぐらいまでを上々とする。